皆さんじゃあ GM ゴーです。トゥです。はい、ゴー。あーもうよろしくね。二児の母です。せーの。トゥです。よいしょ。今回はガムの取り扱い説明書。まあ一番僕らのことを知ってくれているマネージャーさんからの取り扱い説明書ということで、ああそういうことね。まあだから間違いないんじゃないかな。マネージャーさんが見る、そう僕らと言いますか。わかりやすい。そうそうそう。今現在ねガムには2人ねマネージャーさんいらっしゃるわけなんですけど、まあその方たちに、まあガムとはこんなグループやからちょっとこういうの気をつけておいた方がいいよとかっていうのを、あの言ったらなんていうんですか、他にこう引き継げるような。はいはい。なるほどね。じゃあもう分かりやすく説明されてるものがあるということですか。そう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 、まあこんな感じだって、はいはい、でみんなはあこういうところがあるんやとかっていうところとかも知ってもらえることができるんじゃないかと、はい、まあ、思ってるんですけど、まあ改めてですけども、うん、個性の強い5人を改めてまとめる方でいつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょうど吉井が目の前にいます。 Y さんありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張りましょう。どうしようもねえ、鬼の地区、血を引く、俺を愛してくれてありがとう。では、やっていきたいと思います。ガムの取り扱い説明書の前で、まずは、ガムの取り扱い説明書。どの現場でも挨拶は必ずさせてください。ただどのグループ見た目が少し悪い分、礼儀正しいと好感度が倍増する。特に選手は覚えてくれます。誰が見た目少し悪いや。なんで悪いんだよ。見た目が少し悪くない、だいぶ悪い。どこを見ても不良や。やっぱライブ前はあんまり話しかけられなくても、ライブ終わった後はめっちゃいろんな人が喋りかけられる、うん、そうそう、あれ変でしたねって。すげえ顔ですね。すごかった。リーダーいるとそんなキャラなんですねはマジでよう言われる。これは一つ、はい、続いて、うん、関係者の方に挨拶するとき、メンバー5人揃っていると人見知りになるので、トークはマネージャーが繋いだり振ったりする。まあなんか大人ってか、あのちゃんとした地位のある人にはちゃんとするっすよ。やめろ。いやあんま2人裏では前に出てこんタイプやんな。まあ、まあ、どっちかというと、どのパターン？エンドトークとか。ああ、それはね、基本的に。それは見て、あれ、なんで出た？あれは、ちょっとあれやね。だからちゃんと、どうぞって言われた時にはパフォーマンスするけど、勝手にはいかん。人が多い分、うん、その人らを潰しちゃいけないと思ってた。そうそう。あれ、俺が、その気遣いしちゃう。それで興奮して、俺、あの、こじ振ったりするから。それめちゃくちゃ笑ってくれてる。演者の方は大喜びよね。あれはありやけどな。あれはありと思うけどな。そして、うん、髪型の変更などは事前に報告を受けるようにしてください。よっぽど真っ赤にしますとか、うん、緑にしますとか言ったら多分。俺一番最初、サングラスつけるかつけんか、どっちかにせえって言われて、ずっとつけとった。あれ、なんで逆に外しに行った？いや、戻せよって言われて。逆に？そう。また戻ることはない。丸いやつ。丸いやつやったらさ、ちょっとあの中国系のマフィアの感じがしかもあの時さ、うん、こっち側がこう上げとって、うん、そうね、こっちがチンカレーとったよ。プロレスの天才やります。いや知らないわ。天才。ごめんごめん。こちらです。ポン。天才だよ。俺天竜さんしかわからない。ゲル。お世話係にならないようにするために、うん、衣装など自分たちで準備できることはたまにやらせてあげた方がいい。うんうん、そうです、うん、次の方、次になる方はだから何でもかんでもやったらダメだよね。こいつらにやらせてください、これ持ってとか、うん、自発的に動かせるように、うんうん、甘えちゃうんですよ。ガムの取説はラストですね、うん、衣装はメンバーだけで選ぶときは必ず購入サイトまで準備させてください、うん、過去にジャケット20万くらいするのを見せてきたので、20万のジャケットとか見せたことありますか。キヨシカだよだって、まあ、まあ基本は僕の衣装は担当でしょ。他のやつもだって俺ら触ったことないからさ、うん、まあ今はね、キヨがヨシエとこうやりとりしながら、うん、かっこいいやつをだんだんとこう作ってくださってるんで、ありがとう、いつもありがとう、はい、僕からは、うん、おのおののやつ、おのおのもあんの、はい、各個人おのおのあるんや。でしかも穴抜きにもあってるんですよ、うん、まずはタカから、はい、いきたいと思います。メンバー外とにかく強い。次の日、現場ある場合はほにゃららほにゃららのためお酒飲ませないように。俺は多分ね、これはね、ヨシエな気すんねんな。ヨシエにね、これ言われた時って声の方じゃないね、顔パンパンか風呂上がりのまま来たりする。言えたら準備せずにそのまま来る。顔がむくみやすい。うわー、やっぱそう、
続いて、うん、朝の現場でテンションが異常に高いときは二日酔いのときだと思ってください。いや、二日酔いじゃないの。まだ酔ってるな。まだ酔ってる時や。基本的に強いものには弱く、弱いものには強いクズスタイル。これ面白いな。なるほど。タカ君のスタイルってクズスタイルなんですか。これ 100% 翼やねんけど、基本的に強いものには弱くというか、達也さんに弱く、他には強いってかだけ。はい、そして、フットワークはかなり軽い。軽いね。はい、なので、誰よりも吹っかるかも。ラ行のみ舌が回りやすいため注意。これ多分翼さんやもん。これはあるね。もう翼ってすごい分かるな。分かる。これ多分言ってたの聞いてたもん。うん。結構古いの言われたの。あ、かもね。ちょっと翼。募集した方がいいんじゃないですか。まあ、最近吉井がね、やっぱり一番近くは見てくれてるからな。はい、続いて、ライブ前は何々と何々と何々用意。はい、待って、俺も当てたい。俺も1個ずつ言うから。せーのでいこう。どっち確定な方。オッケー。せーの。カフェオレ。わー、そっちかー。これ多分両方あると思います。カフェオレと味噌汁は 100% 入ってる。でもヒントとかないっすよ。味噌汁はヒント。お腹にまつわる。はい。わかった。いいですか。はい。R1 正解。え、違う。ヨーグルト。飲むヨーグルトとか。ヤクルト1000。違う。乳酸菌だろ。LG21。あ、飲んだことないね。R1 の答えです。R1 の答えだと思う。なんやおい、間違えとるやん、説明書。けどね、ケータリングで置いてくれてるねん。ガムシャライブというものが始まって、あれが多分俺ら的に初ワンマンレベルでやってたやんか。もうナンバー8の時にはもう人気揃ってたやん。興奮してたもん。続いて、機嫌が悪い時は高圧的な態度になることもあるので、その時は聞き流しましょう。で、ラストです、うん、2人で飲みに行くと〇〇暑い。これは泣く、泣くか帰る。泣く。いや、でも2人で暑い、暑いだから2人じゃない。暗い。2人で暗い。暗い。勝手に暗い。あ、暑い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 。これ暑いわ、当たってる。じゃあ寒い。じゃあ泣く。違います。え、何？案外素直。バカバイ。それは何するとこか。はい、これ高野とりあすけさんでございます。この感じで全員行ったら多分2時間もない。やばい。さあ、続いて正位置でございます。アイスの白ボス缶コーヒーが大好き。ありがとう。これ、これ間違いない。きつめ、きつめ。これちょっとありがとうございます。見てくださってる、ありがとう。絶叫系 NG、 辛いもの NG、 ゲテモノ系は大丈夫。そう、大丈夫だよ。甲殻類アレルギー、エビとか。これ大事ですね。これ大事です。これは多分知っといた方がいいですね。女性と接するのが案外苦手。そうですね。人見知り。そうやね。ラジオの時のゲストとかパーソナリティさんが出した時もいて、じゃあ逆に見える。ちょっとだけね、うん、考え方は基本的にほにゃら、まあ、ポジティブとかじゃないですか。ポジティブ。基本考え方は基本的に真面目。案外真面目。案外真面目。大人。いやー、なんだろうな、その考え方。普通。違います。あ、でも似てる。ヒント。いや、多分セイチさんのなんか見た目に関するかも。真面目。いかつい。考え方は基本的に。あ、不良。ヤンキー。ヤンキー漫画。考え方は基本的にヤンキー漫画。考え方が、え、それヤンキー漫画。評価は俺また。よろしく。外れた。外れた、これ。え？でも、おい、お前ら、俺言ったやつなんでしようやって言ったことないよ。ついてこいよ。はじめましてのマネージャーさんに怖がられる。どんなに忙しくても月に3回は休みです。マジで休みです。休ませてあげることで本人はやる気です。俺でも誰しも。俺はマジで休みです。朝に強いので遅刻は基本しない。はい、誰よりも早い。そうですね。はい、スタッフが遅刻する場合はほにゃらは怒る。事件けど多分取説やから連絡入れた方がいい。謝る。先に謝る。答えは？ネチネチ言ってきます。こうするか悪いやろ。まあ、間違いない。そう。北陸遠征時は実家に少し寄る時間を作ってあげる。ありがとうございます。ありがとう。いいね。はい、下ネタ大好き。つどつど軽く注意したい。下ネタ好きっていうよりかは気がついたらね。不正なんだ。そうやね。記憶にないぐらいほんまにすっごい言ってる。無意識。俺最近ちょっと思ってて、下ネタ言わん日ないよなと思って。結構口癖レベルで言ってる。それはどう思います？いや、正解ですね。
ラストでございます、はい、基本はふざけて絡んできますが、こちらもそれに乗ってあげるとこれ喜びます。絶対そう。嫌がる嫌がります。逆に一歩下がり。あーなるほどね。ガツガツ来られたら引いちゃうとか、嫌がってるの見たらめっちゃいいかも。あそうだね。お皿も買いで買いでってしてくるときは俺めっちゃ嫌がるんですけどそれやめて、それはそれで事故やわ。それ差し取るのバレる。精神年齢だから小2から4なの。小2歳から小4なの。口押さえて押さえてる。いやほんまにやると面白い。言うな結構あながちそうっす。はい、うん、かなと思います。さあ今のセットせいちゃんの豊田説明書でした、はい。続いて葵ちゃんいきましょう。葵ちゃんのとりあえず説明書、うん、基本的に何々ので何気ない会話も必要。基本的にミステリアス。てか何を考えてるか閉ざしてる。基本的に何を考えてるかわからないのでちゃん。違うだから、いや基本的に人見知りと閉ざしてるって感じだよね。心を閉ざしてるので、うん、何気ない会話必要。まあほぼ正解です、うん。基本的に自分から何か言ってこないので、そうそう、待ってるスタイルやな。あおいや待ってるスタイル。もう、ま、待ちぼうけ、待ち人。そのキャラで行きましょうよって我慢始まるって決めたじゃないですか。忠実だ。続いて、うん、体の不調には敏感で何かがついてる。俺はもう、すごい、ね。あと手とかの汚れもめっちゃ敏感やから。ちょっと汚れたらもうダメです。選手と同じく甲殻類アレルギー持ち、うん、なんか待って、なんか技持ちみたいな、ね、いいなかっこいいよ。アレルギー持ち属性甲殻類持ち、いいな。人より少しほにゃららなので衣装購入するときは注意してください。手足が長い。体が大きいじゃない。手足が長いやったら足が長い。これはいいけど、ここがあってそうそうそう、ライブ中のリハーサルでの声の調子などを伝えると一番真剣に改善しようとします。LINE での送信取り消しメッセージが多いので何を伝えようとしていたか取り逃さないために注意しておいてください。青いから何か来てる方でバッて入れたら取り消しになってるんや。取り気づくのがそういう時多いなって。間違えちゃって大丈夫。ヨッシーには何回かあるわ。あ、うん、何回かそれはミス。それはあこれ送らんでいいわと思って消した。やっぱ言うのやめようっていう感じで消した、うん、一回考えんねんな送った後に。そうそうそう。何考えればいいんだろう。一日のスケジュールを明確に伝える。気づいたら雲丸々のようにさっと帰ってしまう。雲帰らせてください。葵ちゃんのは結構サクサクできましたね、うん、はい、以上葵ちゃんのトリセツでした。続いて黄色いよ英語初めて、はい、しーちゃんの取り扱い違うよ。変わったの名前だったらそうなったね。ほんま悪いよ。あんま悪いよね。俺がよく忘れてる。でもいいじゃん、でもあるから。今日の取り扱いです、はい、一番の努力家。いや、いいじゃないですか。ありがとうございます。一番俺すごい、すごい嬉しい。撮影するときはメンバーの前だと緊張するので、メンバーがいない状況を作ると早く終わる。あ、それはあるかもしれない。それなんで俺らに緊張するの。恥ずかしいから家族を言う。なんか授業参加みたいな。おい、何やその髪型。気持ち悪いよ。お金の使い方がだらしないので月末金欠です。いやここだけでももう1時間くらい。もう給料もらって1週間で金欠です。食事に行き注文時いなければほにゃらら、料理を頼んでおけば何も文句言わない。何々料理を頼んでおけば何も。味の濃いもの、唐揚げ、マヨネーズ、茶色いの、茶色いの、茶色いの、一番金額が高い料理。そんなことない。あ、ちょっとひどいわ。いや、でも分かるわ。イメージ、ごめんな、分かるわ。何回かあって、お前頼もうとしてるのどこくね。そう、サラスカリアとかね。マジは、言ったことない。お前選ぶ食べって言って、今日高ければいいっすよって俺そのやり方を言ったね。何々のことがですから、おっぱですね。しーちゃん。あーはいはいはい、これね、これしーちゃんで言うとしーちゃんね、おっぱいやった時におっぱいめっちゃめっちゃおっぱい、めっちゃおっぱい、めっちゃおっぱいじゃないの。どうですか。違います。しーちゃん甘いもん人物ですけど、しーちゃんじゃない。えおーどうかね、本当に来るって。分かったかも。何？
これ言うのは恥ずかしいんですけど、多分俺じゃない？いや、なことない。え？マジかよ、金目取り上げたんだ。えぇ、ー、出すよ、出すよ、ね、しーちゃんね。お前言えないで、ね、隣にいる。お前言えないで、ね、大勢のこと大好きやな。いや、こいつ、そう、大勢、大勢、おっぱい触らしてすぐ見たのやばい、すごい。大勢のおっぱい好きやな。大勢のおっぱい好きなんじゃない、俺。続いて食べられないものは基本なく大食い可能。これは語弊あるわ。もっと語弊ある。この前のパン企画普通にいっぱい食べるんだよ。あれ大食いじゃないの？結構聞いて、うん、YouTube は結構あの影響ある。他の人の YouTube あるわ、うん、その感じもする。ここ今起承転結だったらここや今やみたいなとこある。ありがとう。何だから変更するの言わんかった。違う これガムの取り扱い。これ取り扱い1個増やしてください。キヨが髪をオールバックしてるときは嘘ついてるときいや、忘れてるわ。嘘ついてよ。俺これ今日撮影の最初からそうやろ。嘘ついてる。最初から嘘つくわ。今日も雨降ってるなって思ってこうした。嘘ついてるやん。嘘ついてる。あの、嫌がってる。嫌がってる。え、これわかんない。ほら、これ吉江もわかんない、これ。で、キヨごめん、他のメンバーもこれわかるぞ。今日のオールバック以外に最初からこういうとこだった。こういうとこだった。今嘘ついてるから、もうさ。嫌がって。あー、もう無理やはい、続きまして、妹が東京にいる、いるんや。そうだよ。さっきあんたらしーちゃんって言ったよ。何回も来てくれとるよ。妹が東京にいるので、東京に行くときは妹との時間を作ってあげてください。続いて、うん、褒めてあげると素っ気ない返事ですが、少しニヤついてるので、内心は喜んでいます。褒めてあげてください。お前、それ素直に喜べよ。いやいや、ほんとそう。朝の現場の最初は機嫌が悪く見えます。確かに。とりあえず、もう3位言われてきますから。目つき悪いのか、もうな。それは多分、もう本当に目開けてないんだけど。〇〇をあげると機嫌が良くなる。カレー。エナジードリック系ちゃう。あ、それは。あ、モンスター。モンスターとコーヒーは確実。え、じゃあ、カレーは違うね。どんなのとこあるじゃん。え、何をあげるの？ヒントは？何？ジャンル的な世界。金しか出てこない。ちょっとわかんないです。広いの何？お菓子。お菓子あげて機嫌良くなった記憶はある？ちょっと笑ってますか？さあ、ラストでございます。いったる大勢。大勢の取り扱い説明書。よっしゃ。好きな食べ物は小学生が大体好きなの。ほら、ハンバーグ、カラオケ、生姜焼き。カラオケ、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 カラオケ食うな、お前。カラオケは答え。大体病気の引き始めは大勢。ほんとそう。いや、でもね、こいつ、これは、あの、一つ言わせてほしいんですけど、みんなが聞いてるとき、俺、聞いてないんですよ。治ってないやいや、治ってないやつで。あ、これだけ映らないの。しかも、めったに引かないつもりになるから、俺ら、予測と弱いよ、こいつ。もっと明かすねんの。確定で40度超えてる。あれ、やめろ。ほにゃららなので、大勢に話しするときは、みんな知ってる前提で話してください。こんなにどういう意味？どういう意味？口軽い。もう大勢はすごいぞ。もう口のジャンクガバガバよ。大勢もう情報が出たらすぐ言う。あ、だから豪快豪快の人。ほんまの豪快だ。ほんま豪快豪快って。続いてミーハー体質。あー、そうだね。確かに。見かけによらず頑固。あ、なるほど。あれだよって言ったんだよ。だよって言ったんだよ。コンビニで何か飲み物を買うときは何々の何々を買ってください。はい、はいはいはい、炭酸のジュース。炭酸の何々。スコールじゃない。何々の炭酸ジュース。おお。甘い系の。うん。答えは着色料多めの。炭酸強めの。かけられてるぞ。炭酸強めの炭酸ジュースで炭酸炭酸すな。続いて。機嫌があまり良くないときはすぐに分かります。これさっきのやつね。分かりやすい、ね、何かあったんですかと一言だけでもかけてあげてください。しばらく経つと治ってます。君だぞお前。対してラストです。はい。何も考えていなさそうに見えますが意外と真の部分がある。ただやっぱり何も考えてない。怖い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 。ただお願いだなって今問題にしてるお前は何度も先マシンだよ。マシンだよ。違う違う。そこまるでそれで言われたことない。そうね。ただほにゃらららららららという形で穴埋めになってますね。ただいい意味が、あ、何を言ってるか分かんない。会話が下手そうです。なまりがひどすぎて分かりません。そんなことないろ。新関係です。意外と芯の部分があると折れやすい。違うけど近い。芯が細い。読みやすい。
諦めやすい。ただ、そのシーンがブレがち。お前、シーンないじゃん、お前、ブレッツさん、シーンないって言う。お前、小心やないか、お前、お前。何やそれ。お前、小心やないか、お前。いやでもやっぱ見てくださってますよ、うん、なんか俺自分のも含め、うん、そうだねそうやなと思った。こちらじゃあロブに、連絡をいただきました、はい人事の方とお話しすると思います。そうね、次僕らのマネージャーになる方はこんなところもチェックして来ていただければと思います。応募してます。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録ゲットグッドコメント切り抜きもお待ちしてます。以上ガンでした。最近湘南のなあのライブ映像とかをよう見てるから、うん、しかも結構声出さない。あ、そうそれなんかパタパタ聞こえると思って誰かなんかペラペラしてるんだなと思ってパクパク聞こえると思ってパッて見て試しかも湘南の風って結構流行ってるのが多いからあ、こんな感じだよ。だって怖い怖いと思ってアクセルもどんどん踏んでるからウインカーやと思ったら